おかわりいただきました。まあ、以前の動画で紹介しました岩田ツールのドリミル、はい、ドリミルという名前に決定したそうです。ドリミルの特徴的な底刃はそのままに、側面の刃の角度が20度バージョンというのもね、ちょっといただいておりますので、そちらもねちょっとテスト的に試したいと思います。というのも、はい、クランプ位置が遠いで、クランプ位置から遠い箇所を加工する、割と薄めの板の加工、20度にすると材料を持ち上げる力が弱くなってビビらずに加工できていいかもしれんということで、ちょっと試してみようかなと思います。ビビリがねあるかないかで言ったらあるけど、まあ控えめな音かなっていう感じですね。ヘリカルの速度遅いですね。ちょっとデータ入れ替えます。ヘリカルの速度の設定がね850いくつとかだったんで、ちょっと1600にね変更しました。はい、ああ真ん中をね今加工してるわけですよ。ワークの割と真ん中にもかかわらずですね、まあほぼビビってない、はい、まあ割と快調に加工できているので、20度 悪くないですね。でヘリカル角度10度の送り1600ですが、まあイージーにね加工できているかなと思います。まあ、大体こういう裏側のシートってポコッとね剥がれるんですけどね、剥がれてないですね。なんか切れ味よくエンドミルがね穴開けてるからゆえに剥がれてないような気がしますね。はい、私知ってるエンドミル大体ここはポコッとね水が入っていったりするんですけどね、はい、まあ関係ないかもしれないですけど。
はい、というわけでね、こちらちょっと大きめな輪っかと細長い棒をね、作成いたしました、こちらまたまたグーテンベルクさんよりね、お仕事いただきました。というわけでですね、 3D プリンターの部品となっております。はい、これが X 軸のなんかちゃうかなと、でこれがベースのフレームになるんじゃないかなと思います。はい、多分こういうことでしょう、こういうことでしょう。だいぶでかいの試作やりますね。というわけで、発送したいと思います。あ、そう、ステッカーがね、届きましたということで貼っていきたいなと思います。はい、というわけで貼らさせていただきました。はい、というわけで今回の動画は以上になるんですが、次回の動画の告知を少しさせていただきたいと思います。はい、はい、一見ね、こう何の変哲もないガラスなんですが、角度を変えるとAGC さんはね、光のフィルタリングであったりとか電波のフィルタリングっていうのも非常に得意とする会社さんということでですね、非常にコアな内容を、ちょっとね、展示会の方でお伺いしてきたので、そちらの方動画、明日公開なので、まあぜひ興味ある方はね、見てみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。